はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もう目の前にありますけれども、メガハウスさんから届きました。はい、こちらね、とりあえず輸送箱取り出してみましょう。はい、輸送箱から取り出すとね、普通に紙に包まれていますね。はい、ではこれをね、燃やしちゃいましょう。はい、燃やして出てきたのは、はい、来ましたね、 POP マキシマム。はい、久しぶりの POP、 それのねゾロです。はい、来ました、ゾロ、鬼ヶ島編のゾロですね。はい、とりあえずね、外観をねくるっとね見て回りたいと思います。ということでね、箱の状態を一回りしてみましたが、いや、意外にね、私の感想としてはね、意外に箱が小さい。いや、もっとでかいのかなと思ったらね、意外に小さかったね。うん。まあ一応ね、なんかこれを見るとね、なんかここら辺テープが剥がれかかってんだよね。なんかこの、前面もこれテープ剥がれかかってるし、なんかここに筋が入ってるし、誰か一回開けたんちゃうって思うよね。うん、どうなんでしょうか。まあそんなことはないと思いますけれどもね、とりあえずブリスターの状態ね見ていきましょう。はい、ということでね、ブリスターも一回りさせてみましたが、めっちゃ緩衝材がねすごいですね。ぐるっぐるに巻かれてる。でね、何よりも特徴的なのがね、刀の本数よ。刀の本数が9本ありますね。うん、まあ技名からしてね、危機九刀流ですからね。なので9本ちゃんとありますね。いや、すごいこれは。はい、でね、一応ね、こちら説明書もねちゃんとありますね。うん、やっぱね、刀がいっぱいあるからね、どれをどこに刺していいかわからないからでしょうね。うん、はい、とりあえずね、じゃあブリスターから取り出してみたいと思います。はい、ブリスターから取り出しました。いや、もうね、めっちゃ迫力あるね、これね。危機九刀流アシュラ、すごい。でね、あの、こう持ち手なんですけれども、もうあらかじめね、こうかませる棒みたいなのがもうついてますね。うん、それぞれの腕に。これを取り外して刀をつけていく感じですね。うん、でね、この頭3個あるんですけれども、ここのね、頭だけがこうパカッとね取れますね。はい、これは多分ここにね、刀を加えるように、取り付けやすいようにね外れるんでしょう。ではとりあえずね、この刀もね全部つけて完成形を見ていきたいと思います。はい、取り付ける前にですね、とりあえずあのこちらの外れる頭部を見ていきたいと思います。はい、
はい、この外れる頭部を見るとね、すっごいメタリック、うん、目は白でね、金色なんですよね。金色でグラデーションになって紫、うん、パープルメタリックでね、バンダナ部分はブラック、まあ、これは艶消しですね、うん、すっごい迫力がすごいはい、こんな感じですね。はい、組み立て終わりました。いや、めっちゃこう見るとトゲトゲしいね。刀がもう入り組んでもう交差しまくってるからね。いや、すっごい情報量がすさまじいねこれねいや、すげえこれかっこいい。めっちゃかっこいいわ。一応ね、近くで見るとね、こうやって、うん、ゾロの顔が見えますかね。このゾロの顔のね、目の部分なんですけど、これ見づらいかな。ピントが合うのがここが限界か。目がね、あの白く塗られてないんですよね。うん、白目の部分。これは意図してなんでしょうかね。うん。ちょっと若干そこがね、違和感あるかなと思うんですよね。うん、なんか肌色に近い色で塗られてるんで、うん、ちょっととこれはどうなんでしょうね、うん、ちょっと 肌色と同一化しちゃってるんでね、ちょっとそこ賛否分かれるかな、この目の部分に関しては、うん、普通に白く塗った方が良かったんじゃないかな、うん、でゾロのね、あの鬼気迫る瞳、うん、あれももうちょっとはっきり書いた方が良かったかな、うん、頭部顔に関してはそんなところかな、うん、はい、まあ、その他の造形は凄まじいですね。もう芸術品レベルこれすごいよな。もう刀がめっちゃじゃあ9本あるからすっごいわ。ボリュームもあるね。あの箱が小さかったからね、ちょっとちっちゃいんじゃないかなって懸念はあったんですけど、まあ刀刺したらね、ボリュームはねしっかりありますね、うん、ただそのフィギュア自体で言うとやっぱりスケール的にはやっぱちっちゃいのかな。どうなんだろう、 POP だから、うん、スケールは統一されてるとは思うんですけれどもね、うん、で一応ね、刀を刺すのに関して一応ね、まあ分かりやすいのはね、本体が持っている刀は全部黒刀なんですよね、うん、黒い刀が黒いのが本体に刺す側、うん、で分身の部分はね、全部普通の刀の色ですね、うん、まあ、これは後でね、全部一回転させながら見ていただきたいと思います、うん、もう本体が持つものは全部黒刀になってますね、うん、なので、うん、迷わず取り付けられるかなとは思いますけれども、はい、この土台に関してはね、鬼ヶ島のね、大地を表現してますね、うん、で何よりね、素晴らしいのはね、ここ踏み込みの跡がね、ちゃんと再現されてるっていうのはね、素晴らしいですね、うん、いやこれはすごい。でね、ここのね、このゾロのね、服に関してはね、すごいメタリックなんですよね。メタリック塗装、普通の艶消し塗装とメタリック塗装がすっごいね、はっきり分かれてるんですよね。でこのグラデーションとかもね、
素晴らしい。ブーツとかね。でこの三刀流の鞘、これもかっこいいですね。めっちゃ綺麗。もうやっぱね、至る所にね、今回はメタリックが多用されてますね。輝きがすごい。このゾロのね、この分身の顔とかも凄まじいですね。でこの帯もね、すごいグラデーションになってますね。先に行くに従って薄くなって紫。いや、これはどの角度から見てもね、めっちゃかっこいい。はい、ってな感じでね、とりあえずレビューとしてはこんな感じで終わりたいと思います。あとはね、前景をね、背景も収まるかな。刀がね長いんでね、とりあえずいつもの背景にして回転しながらお別れしたいと思います。まあこの機会にね、ぜひチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。試してみるか、あとはお前の首だけだ。解き放てば愚かな僕の積み重なる変えない。